ャンネル。こんにちは。さて、あの編成スカウトのドラフトの総評、総評でやりましたけど、もうちょっと細かく、はい、チェックしようということで。いや、ちょっとこの資料細かすぎません？いやいや、面白いです今回はですね、はい、だからまあ逆指名、自由獲得枠があった、はい、まあ相思相愛だったら選手側もチームを選べた時と、はい、だからそれが93年から2006年まで行われてるんで、はい、まあ、今回94年からやったんで、はい、94年から2006年までと逆指名制度がなくなった時の2007年から2018年のドラフト、この2つに分けてチェックです、はい、おお。逆指名制度がある時っていうのはやっぱり資本力、はい、もしくは、人気球団っていうのはやっぱりアドバンテージあると思うんですよね。そうですね、いい選手取ってきやすいですよね。そうですね、はい、まあ、そこもね、はい、スカウトの皆さんとか編成の皆さんとかいろんな人の力を使って選手をこっちの顔を向かせてるのも、はい、まあ、いわば企業努力かもわかんないですけど、はい、まあ、そこと、あとはそのくじ引きになった時にどういう戦略のもと、だって要は競合になるの分かってて言ってるわけですよね、はい、でそこでくじ引き外れて、くじ引き負けやから仕方ないやんっていう人なんですけど、うん、じゃあ行かなきゃったらよかったんちゃうのみたいな、はい、あのそれでも他でもね、うん、2位でも3位でも活躍した人いるんやから、はい、それ言っときゃよかった、くじ引き外れてもいい格好で言ってるんやから、うん、まあ、それはその選択が要はミス選択だったっていうね、はい、だったら違う人一本釣りすればよかった、よかったっていうね、でもそれをね、うん、してでも行きたいっていう思いがあった、だからそこはもう駆け引きじゃないですか、はい、だからもう駆け引き負けも戦略負けですよね、うん、はい、っていうのを見ながらチェックしていきたいですけど、はい、まあ、基本的にですね、じゃあパ・リーグから、はい、まあ、逆指名制度がある時は西武が 30%、 S 以上、 S 以上、はい、S 率、はい、まあ、前回もね、 S 率がやっぱ 20% 以上ないと、はい、やっぱ優勝できんのんちゃうかっていうところで見てきたところの、まあ、一つのラインが、はい、S 率 20% 以上っていうラインが、まあ、全部の約25年の総評だったんですけど、はい、これを、まあ、分けた時にどうなるのかっていうところで、うん、まあ、西武はあの逆指名制度ある時は S 率 30% ですよ。 S っていうのはタイトルを取ってる人ってことですよね。そうそうそう、はい、ってなった時に、だからもう1年に1人いるってことですよ。だです、逆指名制度の時は3人に1人はだいたいタイトル取ってる、はい、って言えば松坂大輔も、はい、最初は DeNA かどっか行きたいって言ってたんですよ。はい、西武は1位の球団じゃなかったんですよ。あ、そうなんだ。それを西武が行って、はい、東尾さん引いて、はい、説得して西武入ってるわけだから、拒否の可能性もあったわけですよ。そうですね。それをひっくり返したのも球団努力じゃないですか。はい、だから、うん、拒否仕方ないやんっていう人いるんですけど、はい、拒否ひっくり返してる力なかったんですよねっていうのを、ね、松坂見ると分かるんですよね。そうですね。だから逆指名制度で、はい、だからいい選手いってるんですよね。だからそうですね、結局は、はい、で本当に育ててちゃんと活躍してる選手になってるっていうことですね。そうですね。だからその逆指名じゃなくても、うん、じゃあ松坂とかっていうのは高校だからくじ引きじゃないですか、はい、だから逆指名行く高木大成さんとか、あ、逆指名行くとこもあれば、はい、逆指名しないであの取った選手も、はい、いるわけですよ。そうです。だからそこの選択がうまいですよね。まず、うん、だから西武でいうと逆指名は高木大成さんとか、はい、多分逆指名だと思うんですよね。あとは細川とか、はい、あとは三井さんとか大沼とか、要は逆指名とこの中高校生をうまく使いながら完璧なフォーメーションですよね。そうですね、バランスがすごくいいですね。しかも 30% でしょ、はい、で逆指名制がなくなって以降のドラフトも 25% ですか。いや、だから見る目が本当にあるってことですよね。そうそう、だから高いですね。全打がドラフトやっぱり、うん、やっぱりね、はい、うまい。逆指名あろうがなかろうが、はい、セーブうまいぞすごいな、スカウトの方、はいはい、すごいですよね。すごいですね、はい、でホークスは、はい、逆指名制度があるときは 20% ですね、まあ、20% いってるんですね、はい、うん、でないときは、まあ、16%、はい、まあ、ここもそんな誤差なしですね、うん、そうですね、全体的にはね、大きな誤差はないです、はい、でオリックスが逆指名制度があるときが15でないときが14、だから誤差はないですけど、はい、まあ、パーセンテージ下がるっすね。やっぱ20は持っときたいんですよ、はい、うーん、20あればちょっと強いチームかも、ね、そう、ね、強いチームになっていくかなっていう。だからホークスでいうと2000年から2005年ぐらいに、はい、ずーっと強かった時があったんですけど、それは多分この 20% の S 率で保ってるんですよね、はい、で1回最下位になったりして、はい、そしてちょっと落ちたんですけど、まだまあ戻ってきてるんで、うん、でもやっぱ 20% はいるっすね。そうですね、はあ、だってまあこのね、2006年で取った人、来た人たちは、まあ、10年後もね、2016年だから今も現役の可能性もあるんで、はい、だからまあやっぱり 20% を
どっちにしても 20% 超えていかないと、超えた年がないと優勝いけないんじゃないですか。 S 率 20%、 ここ一つの本当基準ですね、はい、で次が、はい、まあ、楽天はちょっとあの楽天だけなんで、その逆指名制度があったのが4、5、6の3年なんで、はい、そっか、評価の仕方が難しいですね、うん、でも2007年からは一緒なんですよ、はい、逆指名制度がなくなってから。そうですね、はい、だから逆指名制度がなくなってから2007年から18年でいうと、うん、S 率 5%。 わー低いよー。そうなんだ。え、うん、2人しかいないってこと。そうですね、2007年からだから逆指名制度があるときはいるけど。あ、そういうことか。そう、マー君とかも、はい、あの逆指名制度があるときだから。あ、そうなんだ。ある時の年だから、それを、はい、その逆指名とか自由獲得枠を使わない、はい、だから高校ドラフトは逆指名制度じゃないから。そうですね、だからその後の永井とか島とかはそっちの枠ですよね、はい、そうか、自由獲得枠、希望枠っていうところでね、はい、だから2007年の S 以上は松井と則本しかいないから。いやー、そんだけしかいないの。そう、あれ銀次選手とかってもっと下、銀次は2005年だから上だ。そうだ、そこはあの希望枠とかね、自由枠の時だから。だから2007年以降でいうと 5%。 それはひどい。だから要はドラフトでいうと、うん、フリードラフトになって、はい、ほんとヘボいっす。いや 5% だもん。で 5% だもん。そうですね、 S 率がだって、うん、西武 25% よ、はい、でホークス 16%、うん、オリックス 14%、はい、楽天 5%。あらららら、だってこれはもう 全員一緒だから。そうですね、でそこはチームが強いとか弱いとかじゃないじゃないですか、はい、うん、取ってくる選手だから、はい、平等ですもんね。そう、うん、で昔はね、近鉄があったとか合わせてどうとか、はい、この94年からの長いスパンだと、はい、このちょっと楽天だけだって道が少ないねってなるんですけど、はい、ここは平等一緒ですもんね。優勝ちょっと 5% はやばいっすね。そうですね、うん、え、20人に1人。そうだね、はい、だからドラフト3位までだと20年に1人だから、はい、まあいわば7年に1人。いやいやいや。だからまあやっぱりね、うん、マー君何度も言いますけど、はい、力でかかったっすね。そうですね、うん、あとまあ外国人とかの力なんですね。で、まあ、ハムは逆指名ある時は 18%、はい、で亡くなっても 17%、はい、変わんないですね。変わったんですね、うん、でロッテが逆指名ある時が 22%、はい、ない時が 14%。 あ、でも 10% ぐらい落ちてますね。そうですね、だからやっぱりその亡くなってからが、うん、まあでも引いてんだけど育ってないっていうのもあるんですよ。あ、ドラフト1位のくじ引き率最近だと結構高いんですよ、はい、あの藤岡とか、そうですね、あの松永とかも、はい、あの引けたりとか、佐々木千早もそうですし、はい、まあ、藤原もそうですし、まあ、佐々木朗希、そうですね、まあ、最近で言うとね、当ててますね、まあ、まだで安田とかもそうですし、はい、まあ、ここら辺の選手はこれからだから一概に言えないですけど、はい、それまでのドラフト1位だから石見ねとかもそうですし、はい、あ、そっかそっか、結構引けてんだけど、はい、だからまあ育ってないんだよね。だから少なくなるんだよね。うん、だから要はそれはどっちのミスなんだいみたいなね。そうですね、ああ、はい、チョイスミスかっていうね、うん、だから結局この94年から2006年ロッテも 22% あるってことは、はい、あのまあね、クライマックスシュートがプレーオフの恩恵受けてますけど、はい、あの2005年とか6年7年だから2010年の5年から10年の間ぐらい そのチームとしての爆発力を、はい、まあ保ってるのがやっぱ 22% ですよね。この時のドラフトの方々が支えてる。そうそうそう、だから結局それ以降で 14% に下がってるから、結局それ以降なかなか厳しい戦いになってますよねっていう。そうですね、なかなか 1,2 に行けないですもんね。そうですね、うん、でまあハムだとまあ比較的ねこの 18,17 っていう、まあ、高い水準を、はい、まあ、20% 届かなかったとしても保ってる。でこれもうちょっと多分細かく調べれば優勝してる年代は多分高くなるはずなんで、はい、でもそのドラフトのうまさで言えば逆指名使おうが使わないが S を比較的高い水準で取れてるなと、うん、はい、っていうところはありますよね、うんうん、5% ですからね。いいもん今強いもん。だから言ってるじゃないですか、はい、ドラフトがうまくいかなかった場合、はい、参加上っす、はい、FA トレード外国人っす、はい、今そこ全部取ってるからフルに使ってるから。だから皆さんもう声を揃えて言いましょう、ドラフトが、はい、チームは FA トレード外国人、はい、補強しましょう。でもそれ第二の策いけますからね。はい、そうですそうです、はい、お金があればねできるんですか。そうそう、それは 5% じゃいくしかないでしょ。はい、さあ取ってくるしか。そうですね、だって今の楽天、はい、じゃあ、まあ、エース則本だね、はい、則本楽天、はい、太田楽天、はい、銀次楽天、はい、浅村西武、はい、鈴木大地ロッテ、はい、で、茂木、うん、外国人
辰巳、島内、はい、外国人、はい、ね、やっぱ S が少ないでしょ。そうですね。あ、いんな、そう、 S いないですね。で、岸、はい、2番手が、はい、西武、涌井と、涌井、そうですね。で、まあ、松井裕樹がね、はい、いますけど、で、今ね、湯気投手とかが出てきてる、ね、そうそうそう、よかったですしね。で、外国人の、あの、ブセニッツ、ブセニッツ、はい、あの、シャギは、はい、ソン、ロメロ、ソン、ウィーラー、はい、ブラッシュ、まあね、もうそうだから、FA トレード外国人。いやー、ね、外国人3人の中継ぎがすごいいいんですよ。でもね、オースパリーグはね、はい、うん、じゃあセリーグは、じゃあ見てみましょう。セリーグでいうと、阪神が逆指名あるときは 15%、はい、逆指名がなくなったら 5%。 楽天と一緒だ。やばい、阪神ファンに怒られちゃう。しかもあの、はい、逆指名終わって、はい、SS がいないんですよ、一人も。あ、本当だ。だから唯一阪神だけが、はい、SS が一人もいないんですよ、逆指名終わってからは。だから要はそのベストナインとか、ゴールデングラブとか、はい、うん、タイトルを2個取った人がいないんですよ。いないんですね、はい、S が2人っていうのはこれ誰になるんだ。 S が2人は藤浪投手と近本です。ああ、近本、そうですね、はい、しかいないんですよ。はい、だから、 でも藤浪ね、1回だけ、まあ、近本、まあ、近本も多分まあね、 SS になるでしょう。そうですね、ちょっとしたら今年にね、うん、あのタイトル取って、うんうんうん、ってなった時にだから 5% だからやっぱなかなかね、はい、優勝ラインに届かないですよね。はい、まあ、でも去年ね、3位で結構最後力ありましたけどね。でも羽川さん、はい、ドラフトが、はい、チームは何でしたっけ。FA トレード外国人。そうだから、はい、取ってくるじゃん。そうですね、福留、はい、伊藤、まあ福留は FA じゃない、メジャー帰りけど、はい、伊藤、西と、まあ、で、西、はい、でしょ、はい、で、外国人いっぱいいるでしょ、はい、ボーアサンズとかね、ボーアサンズ、はい、マルテ、はい、エドワーズ、はい、スアレス、ガルシア、はい、いっぱいいる。でも仕方ない、もう強さ保つためには仕方ない。いや、そうです、だからもう声をもうね、この三箇条はもうみんな頭、はい、入ったと思うんですよ。そうですね、はい、それはもううまくいかないから仕方ないじゃん、うまくいかないんだから。まあそうです、まあドラフト平等にやってうまくいかなかったから、そうそうそう、それはもう下手くそは仕方ないんですよ、はい、そしたらもう強くするためには、はい、FA トレード外国人で行くしかないんですよ、はい、そうです、行けばいいんですよ、はい、そう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 、何も悪いことじゃないんですよ。 5% はね、きつい。はい、で次あの広島ね、広島は逆指名ある時が 22% で、あ、なくなっても 19% だから両方高い。でもやっぱだからうまいね、うん、やっぱ広島のスカウトも。そうですね、その逆指名使おうが使わまいが、うん、もうコンスタンスに高い水準 20% 前後を保ててるっていうのは、うん、やっぱり入る気選手が活躍してるイメージってありますもん、広島って。そうですね、うん、で逆に言うと90年から2000年代前半で 22% 保ててるのに、はい、勝てへんかったんやっていうね。確かに、え、なんでなんですかね、うん、数字上は優勝できるラインなのにね、はい、いや、かなりいい数字ですよ、うん、だって SS が8人いるんですもん、うん、分かった、なんでかが、なんですか、こんな 22% なのに勝てなかったのかが分かった、うん、はい、その年代で。それは後で説明します。なんで、これ全部見て、全部見てから。はい、分かりました。で、じゃあ次、はい、じゃあジャイアンツ、はい、逆指名使ってる時は 29% 高い。さすが、さすがジャイアンツですね。逆指名がなくなってから 15%、はい、思ったより、うん、逆指名なくなってからも高いなっていう、はい、まあそうですね。でもこれ秘密知ってます。なってるけど、これ秘密知ってます。え、なんで知らないです。あ、待った待った。拒否してジャイアンツに行く？そうそうそう。もう半分逆指名。菅野投手とか。そう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 。だって2007年とか。はい。だから2007年からだから、うん、まあ長野、はい、菅野。はい。もうだから SS になってるってことですよね。そうそうそう、はい、っていうところはもう半分逆指名だから。そうですね。で、あと沢村、はい、もうジャイアンツ以外って、はい、この3人は半分逆指名だから、うん、そこはちょっとね、うんってなる。そうですね。うんってなる。これをうん、うん、あの逆指名なくなったからうまくいってる、うんってなる。入れていいのかなみたいな。でもやっぱり逆指名制度あるときはもう圧倒的強いね、やっぱり。そうですね、うん、約 30% だって多分ドラフト1位の成功率、多分ジャイアンツ結構高いんちゃうかっていうね、うん、SS が9人、はい、なんか逆指名あるときはで、宇都宮も逆指名だけどね、うん、その前高速するかキーから作るときは拒否して逆指名で、はい、ジャイアンツだから、うん、うんってなるけど、はい、まあ、それがジャイアンツ、はい、
伝統のあるジャイアンツ、じゃあ次、じゃあ DeNA、 はい、 DeNA は逆指名使ってる時は 20%、 おー、いいですね、超えてるじゃないですか、はい、うん、で多分それここの 20% と多分そのもうちょっと前の大魔神佐々木さんとかの時の、はい、で多分98年の日本一があるんですよね、はい、だからこうやっぱり高い数字あると、うん、まあ、その前もかぶらなきゃいけないですけど、はい、勝ってるはずなんですけど、うん、広島が勝ってないね、はい、そういう理由を説明しますから、まだ後でね、はい、気になる。で、逆指名制度なくなると DeNA が一気に落ちるっていうね、半分になってる、11番これはちょっとね、落ちすぎ。そうですね、逆指名なくなってからのドラフトがちょっとひどいですね、はい、うん、ちょっと極端に落ちすぎなんで、パーセンテージで言うと、はい、逆指名があった時は S 以上が8人だったのが、うん、逆指名なくなってから4人になってるっていう、でだから一気に多分そこから横浜が低迷期に入ってくる、うん、はい、この、ね、ドラフトのうまくいかなかったのが低迷期に入ってくるところだと、はい、で次はじゃあヤクルト、はい、ヤクルトは逆指名あった時は 27%、 おー、またこれ高いですね、高い、めっちゃ高い、だからジャイアンツが 29% だから、だから要は同じぐらいですよ、ね、ここまで言うとセ・リーグで2番目に高い、はい、だからやっぱあの若松さんの時日本一になったりとか、はい、あの知ってるのもこの要因だと思うし、はい、で、だから逆指名がね、はい、うまく作用したっていうね、うんうん、ところあるかもわかんないですけど、はい、あのそれ以降が 8% めちゃくちゃ落ちましたね、だそれが多分今の感じになっちゃったのかな、はい、はい、そうですね、で山田哲人選手とか、うん、そうだね、ヤクルトは、ヤクルト誰が SS でしたっけ、ヤクルトどうなってんやろな、でも優勝してるからね、いやそうですよ、うん、2010、5とか6とかですよね、うん、そうだ、5かな、うん、優勝してるから、でもやっぱり、はい、あのこのヤクルト編でも言ったけど、はい、この最初の宮本慎也さんとか稲葉さんとか岩村とか、うん、藤井、五十嵐とかねっていう田中とか引退してる人の SS がやっぱもう多いのね、多いですね、で今まだ青木とか、はい、であとはまああのもし逆指名制度が終わって以降だと、はい、中村、雄平、あ、小川、はい、山田あの SS ですね、うん、で青木がまだまだ、いるじゃんね、はい、でバレンティンとか、うん、でそこであとは甲斐の川端、はい、畠山っていうところが入ってきたりとか、はい、だからその絶対的な SS とその甲斐からの融合で、うん、まあ勝ってるんですよ、あのリーグ優勝があった、うん、だから大げさに言うと少なくても下からの付き合いがあれば勝てますよってことだね、そうですね、うん、はい、まあ、甲斐にもどこのチームにもいい選手はいるんで、そうですね、はい、じゃあ、中日、中日、中日は逆指名制度あるときは 24%、はい、ここもやっぱあの東海地区の地元愛の強さですね、はい、やっぱりそうなんですね、はい、でもそういうのあると思うんですよ、はい、だから 24% じゃないですか、はい、だから逆指名でもだから川上憲伸さんとか福留とか、うん、まあ、福留はねよっしゃ拒否して中日だから、はい、あのジャイアンツと同じだね、うん、っていう感じだけどあと岩瀬さんとかね、はい、入ってきてるし、あとは SS と S 合わせて10人いるんですよ、ね、この逆指名がある時だと、あと荒木とかね、あ、まあ、荒木とかは高卒だからくじ引きだけどね、はい、あと森野とかね、うんうん、平田、はい、吉見とかね、はい、浅尾とかね、おこういったところがですけど、それが終わった時点からは、はい、5%、 だから2007年以降が全くうまくいってないですよ、だからこの2006年までの人で落合ドラゴンズで強くなって、はい、だからそれが低迷にして、はい、でここから球上がってくるんで、ここからまた S の選手が増えてくるんで、そうですね、っていうこれから、はいはい、でもまあ、去年までとかのね、じゃあ B クラスがついたっていうのはこの 5% かなと、そうですね、でしかもその中でヤクルトみたいに下位からの S を出してたらよかったけど、うん、そこも出せなかったっていうところで、はい、まあ 5% ですね、そうですね、ドラフト3位以内だと SS と S 合わせて2人しか2007年以降はいないと、広島知りたいでしょ、22% なのに優勝ラインやと思うじゃないですか、なんでそこまで強くなかったのかと、はいはい、教えましょうか、はい、あの球団で見てると 22% が低いんですよ、ああそういうこと、巨人 29%、はい、ね、であのヤクルト 27%、はい、中日 24%、はい、で DeNA 20%、 あそっか、じゃないですか、 20% ラインが高いわけではないっていうことになってくるんですね、そうそうそう、 20%しないとできないけど、はい、それより上の人がいっぱいいたら 20% しててもダメじゃん、はい、あ、なるほど、でしかもっすよ、はい、中日、うん、巨人、FA 取ります、はい、広島、
取りません。だから足りないところは、はい、FA トレード外国人、だそこの FA が取れないんですよ、うん、広島は取らないんで、はい、だからそこでドラフトとしてはうまくいってんだけども他の球団にドラフト以上の編成で追い抜かれることによっての優勝から遠ざかるっていうね、はい、なるほど、そうか、 FA のイメージないですね。ないでしょ、 FA 取んないんで広島はね、地元でっていうね。そうですね。で逆にこのね逆指名の時の 15% の話、はい、15% やろに、え2003年5年、うん、リーグ優勝してんじゃん、はい、20% じゃないの、はい、15% を FA トレード外国人で上げれるんですよ。あ、そうですね。まあ、ドラフト重要ですけどさらにアップできる要素っていうのはあるので、そこで、ね、そうそうそう、補えるわけですからね。だからドラフトも成功して、うん、そこでアップさせられたら、はい、もう太刀打ちできないんですよ、最強、はい、でドラフト失敗しても、うん、そこでアップできればいけるんですよね、うん、で上位失敗しても下位からさらに押し上げれたら、はい、なんとかなるんですけど、かなりのパワーいるんです。そうですね、だからドラフトだけだとかなりの密度持っていかないと、うん、ガーンをくるんで。そうですね、そうか、広島はなんかもう地元でその生え抜きで頑張ろうみたいなイメージありますからね、うん、でもその後3連覇あるじゃないですか、はい、その秘密もここあるんですよ。あ、もうこれは分かった、分かったでしょ、分かった、なんですか、役指名がなくなってからのドラフトがうまい、一番高いんですよ、一番高い、逆指名なくなってからの S 以上ランクが20到達してないんですけど 19% で一番高いんですよ、うん、そうですね、セリーグの中だったら一番ですね、一番です、はい、だから、うん、結局他が戦力補強をしてても、はい、他は低いから、はい、戦力補強をしてやっと同等ぐらいになるけど、うん、この 19% の中身が濃いから、はい、結局ガーンいくんですよ。わあ、そうですね、でそしたら、はい、終わったっしょ、3連覇で、はい、何起きたか言いましょうか、はい、19から引き抜いてるから19下がってるんですよ、丸いなくなってるから。あ、そっか、で人が抜けてるから、抜けてるから19が下がるんですよ、うんうん、この1が下がるんですよ、はい、そでも丸選手ぐらい、そうですね、はい、でも下がるじゃないですか、はい、でジャイアンツがそこが上がるじゃないですか、上がってきますね、このドラフトは、うん、取ってないけどドラフトのパーセンテージが FA によってこれちょっと変わるじゃないですか、はい、それによって、うん、ってなるんですよね。そうか、だからもジャイアンツはね、上に来たりしますもんね。そう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 。はあ、なるほど。いや、でもこうやって見ていくと、ドラフトって大事ですね。いや、めっちゃ大事です。大事。やっぱりね、まあもちろんドラフトだけじゃなくて、うん、外国人プラストレードね、はい、さっきも言った FA とかもで、戦力できますけど、やっぱドラフトでチーム作りってやっぱできるんですよね。そうですね。きっちりね。で、いかにまあ、上位でいい選手を取ってこられるかっていうのは本当に鍵になりますね。そうそう、しかもこのなんか如実に分かるっていう、うん、だからやっぱり全体で見ても 20% が S 以上優勝ラインだったじゃないですか、はい、でもその年別で見てもやっぱり 20% を一つのラインとして見るとチームの強さが分かるんですね、うん、だから逆に言うとこのドラフト3位までのこの選手たちで S ランクを 20% 前後に保てない編成スカウトは、はい、やめてください、そういうのだってもう、だって過去の統計で見てると、はい、如実に出てるじゃないですか。いや、そうですね、うん、それ、そうじゃないと、うん、抑えられちゃうと、はい、途中でお金使うしかないんですよ、うん、まあ、余分にお金を使わせることにもなるっていう、そうそうそう、そういうことによって、うん、本当はかけたいところにお金かけられなくなったりとか、はい、でしかもその投資としても、うん、それで賄えるかどうか分かんないじゃないですか、はい、安く取れるのは、うん、まあドラフトもね、いっぱいお金かかりますけど、はい、外国人1年2億とか、うん、外国人高いですじゃないですか、はい、だからやっぱりね、20% ですね、 20%、 いやー、でもこう考えると、もう編成スカウトの方の大事さ、うん、もう身に染みて分かりますね、もうだから大事でしょ。いや、だから西武のスカウトとか、まあ、広島のスカウトとかもすごい上手なわけですよね。そう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 、うん、だからそこがもう如実に出てるところが、はい、だからね、中日とか24から 5% ですから、そうです、ね、やっぱ20超えてる時っていうのはやっぱ強いですよね。強いですね。やっぱこうなってくると弱いですよね、うん、でもこの未来この5をどこまで上げれるかが勝負なんで、はい、そうです。この S とかのパーセンテージでどんどん変わってくる、あの全然変わってきますよね。昔のやつは変わんないですけど、はい、未来のやつはどんどん変わってくるんで、でもまあ、上げていきたいですね。そうですね、うん、やっぱり、まあ、逆指名をうまく使えたチームもあれば、逆指名じゃなくなったことによってドラフト戦略が全く機能しなかったチームもあるし、うん、逆指名あろうがなかろうがうまく編成できてるチームもあったんで、う
まあ、分かり面白かったですね。そうですね、はい、まあ、データになりますね。次回は、はい、もっと細かく調べます。まだもっと細かく